ごめんね、触らせて、間違えないでね。怖かった？びっくりしたみたいな、前もびっくりさせちゃって、ごめんね。もう一回飲む。ごめんね。74でいいかいな。あれ、あれ、すいません、すいません。どんどん増えてるんで、50グラムずつ。家でもでも増えてる。家でどれやります？はい、ごめんね。昨日7500あったんで、朝夜、いつも夜ね、夜7000円だった7450円だったね。先週、前回が7300円。ごめんね、驚かせて。ちょっと、大丈夫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 。ちょっと身体検査しますね。はい、で、まあ、元気で食欲元気も、うんちもおしっこも、はい、しっかり飲んでます。はい、はい、はい、ごめんね。気持ち悪い？気持ち悪いね、お尻が。終わったら外すね。客増えてるけど全然大丈夫ですからね。ああ、まだまだ増えてもない。よかったね。運動はしてますそれで。なるべく雨の闇間を見つけて散歩には散歩行ってます。行ってます。大丈夫、大丈夫。家の中でボール投げて持ってくるとか。いいですね。ボール投げと引っ張りっこは家の中でやってほしいですね。大丈夫。それにプラス、あのリハビリテーション的なやつ、ね、前言いましたっけ、はい、できる範囲でいいですからね、その遊びの一環としてやってもらうと。はい、よし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 、ごめんね。予防的に体幹の筋肉を鍛えるのが絶対的にいいかな。バーゲルになるのと2キロダップめちゃくちゃ多いじゃないですか。年齢も7歳過ぎが違うんですよ。まだごめんね。全部余りました。でめちゃくちゃ太ってるとダメ。でも痩せるのもよくはない。中肉中背、ちょっとぽっちゃりぐらいの筋肉、軽く持って。ごめんね。お顔を動かせて。恥ずかしいね。お顔さん。よくして。ごめんね。すごい緊張してるからさ、瞳孔が開いてるからさ目の裏っていうか網膜の辺まで見えちゃいますね。この子、あの網膜ってさ、明るいとこと暗いとことあるんですけど、明るいとこと暗いとこでしっかり血管も切るんですよ。血管の周りにこう出血してるアドワークマンがいます。見える範囲ですよ。全部は見えるわけじゃないけど。もうちょっとね、もうちょっと。ごめん。びっくりした。びっくりさせちゃった。展示しよう。なんでかさね。流動食作ったりよ。ごめんね。すぐ終わるけど、今日すぐ終わる。そんなにおかえり、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 大丈夫です。訴えてるなと、めちゃめちゃ。置いてかれないから大丈夫。うん、耳はちょっと要注意。あ、若干匂います。入れてます。大丈夫よ。この間、お風呂入った時に入れて、日曜日。一回入れて、毎日入れないといけない。そうね、一日一回入れといた方が、この季節は安心ですよね。はい、で、とにかくね、匂っちゃダメ。耳の匂い嗅いで、で入れるだけでいいですかね。掃除は1週間に1回ぐらいかって表面だけ拭いてもらえるといいですから。大丈夫、大丈夫だから大丈夫だから。はい、あと今度お口、問題は掃除だから、問題は大丈夫だから。うん、それなりに匂いますね。なんかこの間ちょっと匂いが減ってた気がするんだけど、大丈夫だよ。大丈夫、もうちょっとだから。もうちょっとで終わるから。ごめんね、ちょっと口の毛出してください。もうちょっとで終わるから。もう少し、もう少し。
味好きかな、もしかして。アンプル一回ちょっと捨てといて。よしよし。はい、レンタルプレーヤーちょっとやらせてください。美味しいよ。美味しいよ。美味しい。でもやっぱ血が出るんだね、こんなに優しくやっといても。全然強くやってないんだけどね。ごめんごめんごめん。頑張ってる、すごい頑張ってる。あ、偉かったね、偉かったね。もう一回、ほら、もう一回まだ舐めるだけ。やばいね、舐めるんだ、これは。うん、こっちもこの大事だ。あ、ごめんなさい、お尻も。ごめんね、顔こっちになります。ごめんね、そっちに出てきた。先週出してみますね。出してもらって。ワンワンパトロール、ワンワンパトロールって何ですか？そうそう、うちの学区でなんか散歩するのに、ええ、あの犬飼ってる人をつけて、はいはい、防犯の会でて、つけるだけでいいんですよ、別に。だから散歩するときにそれつけるだけで。そう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 、あの一応見回ってますっていう。そこをなんか学校でやってるらしくて。え、小学校？小学校です。だから犬飼ってる人結構みんなこれぶら下げてる。あ、そうなんですか。そういうのがあるんですね、最近。そうなんです。そうですね、一石二鳥ですね。そう、だいたいみんなね散歩行かれますもんね。そう、マジでそれ、田中さん防犯上いいですよね。一応ね。100の2分。はい。口。2分。はい。ちょっと抗戦症者療法やりますね。まあ、1個は今体の全体に当てて、はい、1個は。ごめんね。あ、ごめんね。動かしちゃった。ごめんね。口の外からいいからね。口開けなくていいですけど、はい。ごめんね。お目目だけちょっとごめんね。そうするとさ、ちょっと待って。ごめんね。お目目だけどね、見るの良くないから。お目目隠させてごめんね。嫌だよね。 A1、A2、A1、 ごめんね。もうちょっとだから見たいね、こっち見たいけど。中のツイート続けん。もうこれやめてもいいですよね。あ、今もう冷凍してて、うん、あの前飲まないんだったら、うん、残ってるって言ったら先生、なんか冷凍しておいたり。そう、冷凍して3ヶ月ぐらいは、品質だけつけといてください。3ヶ月ぐらいは使っていいです。で、だからちょっと留守番長い時は、ご飯前にちょっと混ぜて、週2回ぐらい、うん、あの、自由経営の方だけは、はい、ね、うん、そういうのに使っていいですね、自由経営は。だから、なんかストレスかかりそうな時とかさ、そういう時にやると、全然悪くないと思います。あのさ、永田さん、いない？呼んで。もうちょっとだからごめん、本当にごめん。体に当たってない。あのさ、口の中のなんバイ、デンタルバイオって何の名前ですか？大丈夫、大丈夫。お預かりじゃないから大丈夫。お預かりあるともう、もうもうもうずっと待って。大丈夫ね。これで終わり、本当にもう少し、まあ、これでね、良くなるとは言えないんだけど、口の中の善玉菌っていうのがあるんですよ、口腔内善玉菌。で、これを1個50円なんだけど、粉にしておきますから、1日朝晩さ、あのデンタルケアする前にさ、舐めさせて、それからデンタルケアするもっと、あ、粉をそうそうそう、塗りつける感じ。で、錠剤で食べても効くとは言うんだけど、理屈的に言えば口の中に残ってた方がいいよ、いいわけなんで、これ出します。だから1日100円これは、これを出しますね。これちょっと続けてみますか。1週間で14、名前なんだっけ、レンタルバイだった。だからこういうの3番にしようか。永田さん、すみません、お室代取ってもらっていいですか？お室代、今なんか違うの掴んじゃった。あ、ここにあった。すいません。
ごめんね。デンタルバイオのさ、オーナーズリーフ。あ、これ嫌い？おはよう。大丈夫。だからそれとあと4って言ったら大丈夫大丈夫、ね、ここ触るのやだ、ね、これも今日出した方がいい、ね、あ、そうです、なくなったんで、じゃあインターベリー今日出した、はい、あ、すごいすごい、でインターベリーは必ず冷蔵庫その辺に入れると思ったら水になってます、はい、やっぱこっち向いてる方がね、今日出すのがこれね、頑張れるね、お口のプロバイオティクス、いや、お口の善玉菌を補うと、はい、でこれをじゃあ、もうちょっともうちょっともうちょっと、一袋一個ずつ粉にしておきますんで、あ、はい、はい、尻尾が、尻尾がなんかごめんね、ごめんね、意地悪してるみたいだね、尻尾が素敵な尻尾がごめんね、なんか入っちゃう、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、OK って言われる、また1週間後でもいいですか、お願いします、そっち見るの、あ、来週来れるかな、あ、じゃあ2週間、2週間分出しといてもらえると、はい、わかりました、念のため、デンタルバイオに2週間分出しますね、はい、一番いいんだね、触るのは、もうちょっとだから手が邪魔だね、私も邪魔な壁、邪魔な壁が飛びそう飛ばないでね、はい、もうちょっともうちょっともうちょっとだから、もうちょっとだから、ね、もうちょっとだから1週間で十分、はい、じゃあまあそんなところで、はい、もうちょっともうちょっと、はい、つけてもらえたらもう終わりです、これがご褒美だね、じゃあまあ日付に関してはそういうことね、なんかストレスがかかりそうな時前もって飲んどくとだいぶいいかもしれませんね、じゃあ今デンタルバイオの方ねご用意しますね、ちょっとお時間ください、はい、すみません、ね、ありがとうございます、